白谷14号名古屋駅です。自由席は後方車の後方車第2列です。次は愛鷹です。列車を間もなくいたしますと山間部トンネル区間に入ります。通過するのに約15分かかります。その間携帯電話や通信機器などがつながりにくい状態となります。あらかじめご了承ください。次は愛鷹です。18時44分に着きます。東海道線大垣岐阜名古屋方面特別快速豊橋行きは18時46分着きました。同じホーム向かい側8番乗り場からすぐ連絡いたします。琵琶湖京都線京都大阪方面新快速播州赤穂行き18時47分同じく京都大阪方面普通加古川行き19時6分いずれもホーム変わりまして3番乗り場です。なお前原から東海道線に入ります。進行方向が反対となります。座席の回転にご協力をお願いいたします。座席の回転は通路側は座席の下のペダルを踏むと回転することができます。座席の回転は前原駅停車中、周りのお客様とお声を
開始作業のため18時50分の発車まで5分となります。しばらくお待ちください。
33号東舞鶴行き、19時28分に31番線から発車いたします。今日も東海道新幹線をご利用くださいましてありがとうございました。京都に到着です。 We are stopping at Kyoto Station. The doors on the left side will open. Please watch your step when you leave the train. Thank you. ご乗車ありがとうございました。